関西でも地下の避難施設の整備が進んでいます。ただ町で聞いてみると、逃げる場所に想定することころがあったですね。ないな。ない。まあでも大事ですよね。そうやってパッと逃げ込めるとこがあるっていうのは。 神戸市では、今年2月、ミサイル攻撃などの爆風から一時的に逃げ込める場所として、市内の地下施設47箇所を緊急一時避難施設に指定しました。さらに、神戸三宮の地下街3地下も緊急一時避難施設に指定されました。全国で初めて民間施設も指定 山地化はブティックや喫茶店などの店もありますがなぜ指定できたのかその背景について神戸市は神戸市はやはり阪神・淡路大震災で被災した経験がありましてもともと神戸の事業者の皆さんがあの防災に対して非常に協力的な企業が多い。一方で山地化を行き交う人たちに避難場所の認識があるか聞いてみると。 知りませんでした、はあ、こういう時やからそれが怖いという話はしてたんですけどその自分がこう避難することまでは考えたことなかったですいや全然知らなかったですそういうのもうちょっと周知してほしい感じがします,す、ね、一方大阪では大阪市安倍の区の桃山学院中学校高等学校ですこちらにも緊急一時避難施設があるということです 2009年から避難所に指定されているという校舎の地下に案内してもらうと。体育館が地下にあるんですね。地下1階に作られた吹き抜けの体育館です。鉄筋コンクリート製で耐震耐火構造になっています。 他にも地下の駐車場や倉庫廊下を合わせおよそ2000人の一時避難が可能だといいます倉庫には大阪市が管理する食料などの備蓄も完備されていましたしかしミサイルなどの有事の際の避難場所になっていますがそのような備えというのはあるんでしょうかあのどういうふうにこちらも体制すればいいのかっていうのが こちらもそのシミュレーションを行ってないというところでまだまだ不安なところがあります実は有事に対する訓練は一度も実施したことがありません大阪市では四カ所の地下避難施設が指定されていましたがどれも十年以上前に指定されたものだったといいますそんな中新たな動きがそれでは大阪メトロの 地下駅舎え九十九箇所を地下の避難施設に指定をいたしました。間違っていつどこに飛んでくるかもうわからないよね。市民の皆さんからもその場合どこに避難するのというのを問いかけがあったんでね。大阪市の地下の避難施設はこれで百三箇所にしかし本当に避難所として機能するのか課題は残されています。